ちは、加藤咲です。今回はですね、絹の襦袢を洗ってみようというテーマでお話をしていきます。以前ですね、絹の着物を洗ってみたっていう動画を上げたんですけれども、その時はですね、着物自体が結構縮んじゃったんですよね。手触りも結構悪くなってしまって、ゴワゴワしてしまったので、やっぱりちょっとね、絹の着物を自分で洗うのはあんまり良くないよねっていう結論になりました。ただですね、その時に使用した絹専用の洗剤、これはやっぱ襦袢にだったら使えるんじゃないかなっていうところで、今回ですね、襦袢を買ってきました。絹の襦袢リサイクルで買ってきましたので、これでですね、洗濯チャレンジしてみたいなと思います。で、前回のですね、着物の時は絹専用の洗剤を使って洗濯をしたんですけれども、その絹専用の洗剤自体の力をちょっと見たかったので、それ以外は特に何も使わなかったんですね。説明書き通りに洗濯をしてみたんですけれども、今回はですね、その絹専用の洗剤プラスあるものを使ってお洗濯をしてみたいと思います。そのあるものを使うと絹でもね、結構綺麗に洗濯ができるっていう噂があるので、実験をしてみたいなと思います。でですね、今回使う襦袢なんですけれども、こちらのリサイクルで買ってきた襦袢なんですが、結構綺麗ですね。特にね、ファイリとかもついてますけど、特にシミとかもなく綺麗な状態のものを買ってきました。もしシミがついてたとしてもですね、どちらにしろこれはちょっと取ることができないので、プロでも取れないと思うので、ご自身の襦袢を洗う時も結構こんな感じで、目にはそんなにこう汚れは見えないんだけれども、実際こう着た時に結構汗かいたんだよねとかっていうものが多いんじゃないかなと思います。なのでね、こういった襦袢でどれくらい汚れが出てくるかとか、そういったところもね、実際に見ていきたいなと思います。またですね、今回も縮み具合をしっかり長さを測って見ていきますね。ということで、早速洗ってみたいと思います。はい、では早速洗っていきますね。今回使う洗剤はこちらのシルクランドリーっていう洗剤です。その名の通り絹専用の洗剤になります。説明書きにはですね、2から5リットルのぬるま湯に 5ml キャップ1杯分を溶かすっていうことですね。ということで、キャップ1杯分溶かしていきます。そしたら早速襦袢を入れていきますね。軽く畳んだ襦袢、そのままジャボンと入れていきます。はい、入れたら押し洗いですね、押していきます。こすったりしないようにしてください。こうやって押し洗いしてると、だんだん汚れが落ちてきたりとか、特にリサイクルものとか、ずっとタンスにしまっていたようなものとかになると、結構消耗の匂いがブーンと漂ってきたりしますね。はい、そしたら一回流します。はい、でもう一回ですね、キャップ一杯分の洗剤を溶かしてお支払いをしていきます。こうしっかりね、洗剤がこう全体に行き渡るように、水分をしっかりと含ませるようにしてください。汚れの程度にもよるんですけれども、このお支払いは 2,3 回繰り返してください。今回はあんまり汚れが多くなかったので、2回で終わらせたいと思います。あんまりね、洗剤いっぱいつけたくないので、2回で終わらせられるようだったら2回で終了しますね。はい、そしたらしっかりと注いでいきます。で、今回使っているシルクランドリーの説明書きにはですね、5分ほどつけるって書いてあるんですけれども、つけてもつけなくてもいいかなと思います。前回ね、着物でつけ込みをやったんですけれども、その時結構縮んじゃったりとか、質感が悪くなったりとかっていうのが激しかったので、今回はつけ置きはなしにしたいと思います。汚れがひどい場合とかはね、多少つけ込みはしていただいて構わないかなとは思いますね。はい、しっかりとね、洗剤があまり残らないように、お支払いで洗剤をつついていきますね。そしたら、ここでですね、こちらですね、リンスを加えていきます。溶かして漬け込んでいきますね。絹っていうのは髪の毛と同じタンパク質でできているので、髪の毛にリンスつけるとツルッとなりますよね。その質感を絹でも応用
用することができますので、まあ、絹のね襦袢を洗う時とか、まあ、着物とかでもそうなんですけれども、もし自分で洗うっていう場合はリンスを入れてこうつけてあげるとねいいですね。でリンスの量としてはだいたい小さじ1杯ぐらいなんですけれども、まあ、今回ね目分量でやってます。リンスも入れすぎるとあまりにもツルツルになっちゃったりすることがあるので、まあ、入れすぎにはね注意をしてください。まあ、十分ね、全体に行き渡ったなって思ったらまた流していきます。はい、しっかりとすすげたら洗いはこれで以上になります。でこのあと脱水をしていくんですけれども、まあ、方法は2通りあります。このびちょびちょのままお風呂でもし干せる人はお風呂場に干してください。でそうするとこう水分の重みでそのまま伸ばせると思うの で今回はですね洗濯機を使って脱水をしていきますね。で脱水の時間はだいたい30秒ぐらいでいいです。ギリギリ水が滴り落ちないぐらいにしてください。まあ、部屋干しなのであまり床びちょびちょになると大変なのでギリギリ水分が床にね滴り落ちないぐらいにしていただけるといいかなと思います。で脱水のしすぎは NG です。シワになりますし生地が傷むので脱水は長くても30秒以内にしておいてください。で多少水分が滴り落ちるぐらいだったら床にバスタオルとかを敷いていただいて乾かしていただけるといいかなと思います。で脱水するときは必ずネットに入れて脱水をしてください。はい、このようにネットに入れた状態で脱水をしていきますね。はい、脱水が終わりましたっていう状態です。結構ですねシワがね目立ちますね。裾とか結構すごいですね。まあ、絹を洗うと結構こんな感じになるのでこの後ですね乾かす前にアイロンがけをしていきます。実はですね乾いてからだとシワっていうのが結構取れないんですよね。なので濡れてる間にアイロンがけをしてちょっとね生乾きの状態でもう一回干し直します。でそうすると結構シワが取れるのでねこのように今度はしていきますね。アイロンがけの仕方はちょっと長くなってしまうのでまた別で動画を撮影しますのでそちらをご覧ください。はい、アイロンをかけ終わりましたっていうところですね。まあ結構ねあのシワはある程度取れたかなと思います。でもねまだ生乾きなのでなんかギュッとか持っちゃうとすぐにシワになってしまうので気をつけてください。でこう干した状態でもう一度ねしっかりと伸ばしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、干し方としてはですね必ず室内で陰干しをしてあげてください。外にはね絶対に出さないようにしてくださいね。でこれでですね、まあ、とりあえず1日置いてみようかなと思います。で完全に乾いたらもう一回長さをしっかり測ってみてどれくらい縮んだかとかっていうことを見ていきますね。はい、じゃあ乾きましたのでこれからですねどんな感じになったか結果を発表していきます。まずですね長さと質感、それから絹の襦袢を洗うメリットとデメリット、この4点についてこれからお話をしていきますね。ではまず長さから発表していきます。まずこの身丈ですね、上から下までの長さなんですけれども身丈が126あったのが洗った後は122になりました。そして雪この真ん中から袖の長さですね62あったのが洗い上がり後は63センチになりました。そして袖丈ですね、ここの丈です、これが47センチないぐらいだったんですけれどもこれが45センチになりました。そして後ろ幅、この背中の幅ですね、真ん中から脇までの幅が 29.5 から30センチになりました。そして前の幅ですね、ここで測りました、ここがですね 33.5 から34センチになりました。まあ、なぜかねこう横幅が微妙に長くなったんですけれども、まあ、とにかくねやっぱこう縦の長さが結構縮みました。身丈上から下に関しては4センチ縮みました。こっちも縦ですね、袖丈の長さに関しても2センチ近く縮んでしまったっていうことですね。これはですねもうプロのこう漆喰屋さんに頼んでもどうしてもねこう縦はね縮んでしまうんですよね。まあ、ただもちろんどれぐらい縮むかっていうのはもうプロとこう素人では差はあります。で
今回ですね、私の場合は脱水をしてからしっかりこうパン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 自分で伸ばすまでにちょっとね時間がかかっちゃったんですよね。ちょっと撮影の準備とかしてたらちょっと手間取ってしまってしばらく放置してしまったのがちょっと原因なんじゃないかなと思います。なので脱水をしたらねすぐにこうパンパンしっかり伸ばしてあげるっていうことを忘れないようにしてあげるといいんじゃないかなと思います。そして次に質感についてですね。質感はなかなかいい感じです。期待以上ですね。前回着物でやった時はかなりゴワゴワになってしまったんですけれども、今回はですね着物の時とは違ってシルクの専用の洗剤にプラスリンスを入れて洗いました。でリンスを入れたことによってこの滑らかな質感がね割と保てたんじゃないかなと思います。ただどうしてもですね洗う前と後ではやはり質感は少しだけ劣ります。これはもう水通してしまってるのでどうしても劣ってしまうのはしょうがないかなっていうところなんですけれども、でも全然切れないほどとかっていうわけでもないですし普通に触ってて気持ちいい程度ではあるので、質感としては丸かなと思います。これらを踏まえてですね、絹の襦袢を洗うメリットとデメリットをお伝えしていきますね。まず洗うメリットとしては清潔ですよね。いつでも洗えるので清潔さを保つことができますよね。でそして2つ目がですね、お金がかからないということです。どうしてもですね、プロの漆器屋さんとかに頼んでしまうと、結構ねお金がかかったりするし、1枚ならまだいいかもしれないですけど何枚もってなるとどんどんね加算でいってしまったりするので、それはかなり大きいメリットかなと思います。ただもちろんデメリットもあります。デメリットはまず手間がかかるっていうことですね。洗ったりねこうアイロンかけたりとかパンパンしたりとか起こしたりとか、それなりに手間はかかってきます。ただこれに関しては手間と思わない方、楽しんでできる方っていうのもいるので、そこは人によるかなと。そしてデメリット2つ目が縮むっていうことですね。どうしてもこの縦の長さは縮んでしまうと思うので、今お持ちの襦袢の長さとかによってもやるかやらないかは決めていただいた方がいいかなと思います。でそしてデメリット3つ目ですね、どうしても失敗する可能性があります。絹の襦袢を、例えば3つぐらい持ってたとして全部同じようなやり方で洗ったとしてもですね、縮み具合が違ったりとか光沢感とかがなんかこれは損なわれたとか、どうしてもですね反物によってこう個性があるので、同じように洗ってあげても仕上がりが全く同じになるかっていうと、そことは限らないんですよね。なので失敗する可能性は常にあります。この襦袢はお気に入りだからどうしても失敗したくないとかっていう場合はそれは避けておいた方がいいかなと思います。これらのですねメリットデメリットを踏まえた上で、何をねこう優先させるかっていうのはこう人によってそれぞれ違うかなと思います。例えばですね、絹の襦袢がもう大好きで絹を着たいんだけれども、どうしてもやっぱりねお金かかるし自分で洗いたいなっていう人の中にはですね、こう大きめのリサイクルの襦袢を買ってきてもうそれを自分でジャブジャブ洗っちゃう、だから大きめのをあえて買ってきて縮ませて着るっていう強者もいますね。これはですねちょっと身長が高い方とか大柄な方に関してはそもそもリサイクルで自分のサイズより大きい襦袢がほぼ売ってないので、難しいかなとは思うんですけれども、小柄な方はね、やってみても結構いいんじゃないかなと思います。ということで、絹の襦袢をね洗ってみましたので、ぜひね参考にしていただければと思います。着物をスラッと着こなすスレンダー着付け術についての無料 LINE 講座を開催中です。下の説明欄もしくはコメント欄から受講ができますので、ぜひ受講してみてください。